はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。先日、チェーンソーを使いましたので、今日ちょっと今から、チェーンソーの清掃をやっていきたいと思います。で、まず、一番最初に、エアーで、ゴミを飛ばします。ゴミ飛ばしましたので、続いて、刃を研磨していきます。で、刃を研磨する道具なんですが、こういう丸いヤスリですね、この丸いヤスリを使います。で、これもね、2種類あります。太いやつとね、細いやつあるんですが、そのチェーンソーに合ったサイズを使ってください。で、このチェーンソーの刃は、こうなな斜めに刃がついてるんですが、この斜めの刃の角度がね、決まっていて、この角度に合わせて、刃を研いていきます。じゃあ行きます。大体自分は2回、刃に合わせて2回解いていきます。よいしょ、あと2箇所ぐらいですかね。よいしょ、あとは飛ばさってるみたいですね。で、
この中心に対して、左側と右側についてます。で、今左側やりましたので、この次は、反対側右側をやっていきたいと思います。で、まあ基本的には同じです。よいしょ、ちょっと猫がね邪魔してますけど、はい、基本的には同じで、はい、一回りしましたね。で、とりあえず、ちょっと刃の確認をあと一回りさせて、これが、あ、もうちょいあるな、漏れがないかどうか、あ、もうちょっとありましたね。一回りしてあるようですね。で、もう一度、こちら側も一周させて漏れがないかどうか、大丈夫そうですね。はい。で、あ、研ぎ終わりましたので、次に、使うときに、すぐ始まれるようにね、燃料を入れたいと思います。よしと。これはね、使い始めにやったように、よいしょ、あ、こっちだ。黒い方がチェーンソーオイルです。で、オレンジ色が、燃料になります。で、こっちが混合ですね。混合ガソリンで、こちらがチェーンソーオイルになります。よいしょ。あ、ダメだな、やっぱり。あれ？うん、上がった。プライヤーでいいか。あ、これが、あ、これプラスだな。よいしょ。今回は小さいプライヤーがありましたので、プライヤーで回します。よいしょ、よいしょ。はい、これプラスチックでできてるんでね、まあ普通は指で回る範囲で締めれば大丈夫です。で、この裏側にね、パッキンがついてますので、あまりギュッとやる必要は ないです。で、こちらがチェーンソーオイルです。はい、これが、チェーンソーオイルになります。
はい、ちょっと入れすぎましたね。オーバーフローしちゃいました。よいしょ。ちょっと溢れたチェーンソーオイルはゴミがついちゃいますんでね、よく拭き取っておきます。ちょっと軽くね、締めておきます。で、こちらが、混合ガソリンになります。ちょっと注ぎ口が汚れてるので、昨日かな、結構ね強い風吹きましたので、ちょっとホコリがついてしまいました。なるべくねホコリは入れないようにします。よいしょ。はい、ガソリンを入れました。はい、蓋をして、ちょっとね、ちょっとあまりギュッとやっちゃうとね、これがね、現場行って給油するときに、ガソリンとかね、チェーンソーオイルを持っていくんですが、意外にこのプライヤーとかね、マイナスのドライバーとかっていうのを持っていくの忘れるんだよね。で、入れようと思っても、このキャップがギューッと閉まっちゃっててね、蓋が開かなくて、結局、まあ、取りに戻ってくるというのがあるんで、まあ、そこそこにね、後で開けるときを考えて、そこそこに閉めておいても大丈夫です。まあ、今まで何年か使ってますが、振動でこれが開いちゃって、途中で燃料がこぼれちゃったよ、オイルがこぼれちゃったよってことはないんで、先ほど言いましたように、ゴムのパッキンが入ってるんでね、そんなにしゃかりきに力を入れてギューッと締めなくても大丈夫です。で、逆にギューッて締めちゃうとゴムのパッキンが潰れちゃうんでね、だんだん今度ギューッと締めないと、締まらないようになってきちゃいます。じゃあ一応燃料を入れましたので、エンジンをかけます。これもまあ次にねすぐ使えるようにするためです。で、まあ、いつものようにプライマーポンプが、で燃料を押し込んで、こちら、メインスイッチの方はオンにします。これオンになってます。あとプライマリーポンプで燃料を入れて、これがチョークです。チョークを引いて、よし、 OK。 はい、エンジンかかりました。この次、まあ、すぐに使います。で、先ほどちょっと最後にやりましたように、この、チェーンソーオイルが出ているかどうかの確認をします。これ意外にね、詰まっちゃうことあるんですよ。ノズルの先がね詰まっちゃってオイルが出なくて、使ってて、焼きつくっていうことがありますのでね、必ずそこまでやってください。で、自分は長期保管するときは一応、メインスイッチの方はオンにした状態でね、止めます。そうすればね、あとはプライマリーポンプで燃料を押し込んで、チョークをオンにすればね、すぐかかりますので、まあ、次使うことを考えて、止めるようにしてます。はい、以上です。ビデオ止めます。